やっぱり一番感じたのは考えてプレーしている選手がすごく多いっていうことで、その小さい頃から考えてプレーするっていうのはこう僕自身も意識はしていたし、まあ、特に大学入ってからはすごくこう考えながらプレーするっていうのはこう自分の中では意識していたつもりだったけど、やっぱりプロに入ってみるとその考えるっていうレベルが全然違って、こうそこが一番自分としては衝撃的な一番の違いかなと思います。局面を見て、あ、ここが空いてるなとか、まあ、守備だったらここが危ないなとか、じゃあボールを見るのか相手を見るのかとか、そういうふうに選択してたけど、やっぱり高いレベルになるとその状況の中で局面をしっかり把握して判断するだけではやっぱり間に合わなくなったり対応できなくなってきて、その自分で意図的にボールと相手を同時に見れるようなポジションに相手を置かなきゃいけないとか、そういう感覚は俺は全く持ってなかったから、その攻撃もそれは一緒で、どこが空いてるかなとか、どこに動いたらボール受けれるかなとかっていうのはずっと動いてたけど、ずっと考えながらサッカーしてたけど、プロに入ってからはその自分がボール受けたい一個前の局面とかで、自分が受けたいスペースを空けるために相手のポジションを動かすとか、その局面を判断するんじゃなくて、その局面を作り出すために仕掛けたり駆け引きしたりするっていうのをすごく意識するようになってっていうところかな、個人的なところだと。結構印象的だったのが、こう日本だとよくこうコミュニケーション取れって言われてたところが、例えばじゃあゴールキック、ボールがセンターバックとサイドバックの間に行って、でどっちが競るかみたいなところも、日本だといやそっちはっきり1人目行くやつが声出してもう1人はカバーしろって言われるところが、こうドイツだとこのボールはこっちが行けっていうのが明確に答えを指導者が持ってて、だからそこをコミュニケーション取れよって、しっかり声かけろよっていうことはほとんど言われなくて、正解が局面ごとにしっかりあったから、そこまで全部に関して責任持ってで正解を用意できている指導者が日本は少ないから、まあ、ある意味1個の逃げ道でコミュニケーションを取るとか、まあ、それはケースバイケースだよねっていうのは一種のこう自分が想定できてない状況への逃げかもしれないなっていうのは、またそのこう全部を縛っちゃうことが果たしてその選手のクリエイティビティを引き出す上でどうなんだとか、じゃあ面白さに欠けるんじゃないかみたいな議論は置いといたとしたら、そういう正解を持ててる指導者がやっぱり日本人はすごく少ないと思う。それは自分もサイドハーフとかやってて、日本では結構ドリブルできて、こう海外の選手相手でも1対1だったら抜けれるんだけど、基本的に戦術が進んでると1対1っていうのは基本的に作らせてもらえなくて、本当に試合の中で1回あるかないかっていう、だから1対1抜けてもまずこう戦術レベルが上がったこうリーグなりそういうレベルだと1対1が抜けてもあんまり価値がないっていう、まず選手として、でその前提で考えると、こうやっぱりボールを取られない選手っていうのを嫌う監督はあんまりいなくて、だからあんまり比較対象として正しいかどうかわかんないけど、1対1で8割9割抜ける選手か、3人に囲まれても取られないで味方にボールを渡せる選手かっていうと、そっちのボールを取られない選手の方が今の現代的なサッカーの中では評価されるんじゃないかなっていう、なんか子供であってもそのサッカー、自分のプレーを言葉にできることっていうのはめちゃくちゃ大事だと思ってて、っていうのもそのやっぱり人間は言葉でしか考えれないし、その言葉にできるかどうかで自分のプレーをしっかりこう客観的に見れるかどうかっていうのも分かってくるし、なんかだから判断ミスをすることは全く問題なくて、でもなんであそこにボール出したのって言ったときに、相手がここにいて、味方がここにいて、こうなると思ったから出したって言えるミスだったら絶対子供は上手くなると思うけど、なんとなく呼ばれたから出したとか、なんかこう適当にプレーしちゃったとか、あんまり状況が見えてなかったりしたら、あんまりそこからこう
成長していったり、そのミスをこう成功につなげていくっていうのがすごく難しいと思うから、やっぱり子供とかでもなんでそうやってプレーしたのっていうのを聞いてあげたり、なんか話をさせてあげるっていうのはすごくいいのかなっていうのは思うかな。自分でもこうプロになってからだってやっぱり自分であの時はああやってプレーしたっていう理由があって、でもそれを映像で自分で見返した時に、あれ俺が思ってた見えてた景色と全然違ったなとか、あの選手が見えてないから俺はって判断ミスしちゃったんだなとかっていう答え合わせをするためにも、ある程度自分の判断基準は自分の中に後から振り返れるように言葉として持ってないと、そういう作業もできないから、大人になってからも。だからもちろんこうプレー中に見える景色っていうのは言葉ではないし、こうイメージとか絵として捉えてその中で判断するんだけど、なんでああやってしたのって言われた時にその絵を説明できるかどうかっていうのはすごく大事だと思うから、なんかそういうこう問いかけみたいなのはしてあげてもいいのかなっていう。フットサルの方が相手を動かす感覚とかはなんか感じやすいだろうし、その戦術的にチームで崩すっていうのも人数が少ない分こうコミュニケーション取りやすかったり、コンビネーションも作りやすいと思うので、そういうところはすごくいいんじゃないかなっていう。あと技術的なところも結局すごく大事で、かなりテクニックがサッカーよりもより必要なイメージなので、僕の印象の中ではそこも小さい時にやっとくとすごくいいんじゃないかなっていう。先ほどこう戦術、個人戦術を理解しているとプレーが楽になるっていうのは全くその通りだと思っていて、でもそれは結構僕の感覚では大人になってからでも個人戦術は身につくんで、なんかその感性みたいなものが結構フットサルは身につくと思うんで、そっちの意味ですごくこう幼い時にフットサルとかをやっとく、センスを磨くとか、相手と対峙したこう距離感とか間合いとか、なんかそういう個の局面が結構サッカーに比べて多いと思うんで、そういう意味合いですごくこう選手の上達にとっていいんじゃないかなっていうのを思います。2つの要素で言うと、圧倒的にその何メートルでフリーかっていう定義、自分の中で1メートルでフリーって感じられるのかどうかみたいな、はい、そっちの技術を徹底的に磨いた方が、まあ、僕はちょっと攻撃的な選手なんで思う部分は強いと思うんで、そこはちょっと組んでほしいんですけど、自分的にはこうそこのスキルを圧倒的に磨きたいと思いますね。であとはその意外とこう相手のタイミングとかも幼い時の方がこう身につけられると思っていて、はい、その僕小学校の時にスルーパスのタイミングをめちゃくちゃコーチに言われて、でかなりそこは細かく教えられたんですね。その自分のタイミングだろう今のはとか、相手の走ってるタイミング、もちろん出す場所もそうだし、はい、出すタイミング、出す場所、パスの質、あとディフェンスラインを通過するタイミングで出すとか、それを自分のドリブルしたいとか、ドリブルしようかな、パスしようかなとかっていういろんな選択の中で、自分があパスだなって思ったタイミングじゃなくて味方のタイミングに合わせろっていうのをめちゃくちゃ言われて、小学校の時に。でなんかそういうのは結構細かく教えてくれたんで、なんかすごく良かったなっていうのを思っていて、はい、ちょっとそのこうフリーの定義、個人戦術とは違うところですけど、なんかその今プロの選手とかでもこうパスってその思ったところにボールを蹴るっていう技術も大事ですけど、それ以上に状況を見てどこにどういうボールを出すかっていう判断、頭の中でイメージを作る作業の方が圧倒的に大切で難しくて、そこの感覚っていうのも大人になってからだと結構難しいと思ってるんで、その思ったところに止めましょう、思ったところに蹴りましょうも大事なんですけど、頭の中でどういうイメージを持ててるかっていう、持ててるイメージに正解不正解は結構あると思うんですよ、はい、その技術、筋力で浮き球出せないとかも子供だとあると思うんですけど、それは全然問題なくて、
でもその相手がすごいいい動きしたときに浮き球であそこを通してこのタイミングでこういうふうに落ちるボールを出せばもうストイツがパッてワントラップでシュートを打てるなっていうイメージを持ててるかどうかとかっていうのはすごく大事だと思うんで、そこも結構育成年代で自分のタイミングでパス出しちゃうことも多いと思うんで、そういう感性的なところは結構小学校の時に教えてあげていいのかなと思います。仕掛けて抜くんじゃなくてパスとかシュートを見せた時の方が一番簡単に抜けるんですよ実は、はい、でなんかそういう感覚も子供たちって持ってるとよくて、キックフェイントの方が多分抜ける、特に子供とかだと。だから1対1でドリブルでかっこよく相手も構えた状態で抜いてやろうっていうのももちろん一つ面白みだしいいトレーニングになると思うんですけど、そのパスを見せて抜くとかシュート見せて抜く、逆にドリブル見せて密集させてパス出すとか、そこがサッカーのどっちかといえば本質なんで、そこをイメージさせてあげながらドリブルだけにならないっていうのは一つコーチとしてこう与えてあげてほしい視点かなっていう。そのドリブルもいろんな種類があるよって、ドリブルドリブルって見せてドリブルするのもそこで抜けるのももちろん一つの能力だけど、結構そこはかなりサッカーの幅広い選択肢の中でいうと限られた一つであって、はい、いろんな選択肢が他にもあるしっていうのは、なんかそういう選択肢を与えてあげていいのかなと思います。大学かプロとかになるとどっかしらでどんな性格だとしても多分ぶち当たる壁があって、でその時の一つのチョイスがポジションチェンジすることだと思ってるんですよ。でポジションチェンジして見えるのは結構こういろんな新しいものが見えて、で戻しても結構面白いと思うんで、なんかその今ちょっとこううまくいってないなっていう選手はなんかボンボン変えてっちゃっていいのかなっていう感覚です個人的には。ああ結構なんか結構な、はいはいはい、結構な突破口になると思うんですよ、はいはいはい、あのポジションチェンジするってだし、なんか戻った別にそれでそっちでうまくいかない、めちゃくちゃ失敗して全然合ってねえなって思ったとしても、それで戻ることでもしかしたらその前とはまた違った見方をサッカーに対しても自分自身のプレーに対してもできるようになってると思うんで、なんかその高校年代でちょっと伸び悩んでるなっていう子には結構いいんじゃないかなと思います。でそれを適性を必ずしも見て、おとなしい子だから後ろめだよなって決めちゃわないで前目ポンってやらせてみるとか、それはコーチが多分一番分かってて、その性格だけじゃなくてプレー面のこととか長所短所も分かってると思うんで、それでこう変えてあげちゃうっていうのは、でダメならすぐ戻せばよくて、なんかその全然分かんないですけど、僕が指導者だったらちょっとこうポジションのコンバートとかをして、そいつが全然ダメで戻すっていうのはコーチが失敗してるみたいだからしにくいかなって俺だったら思っちゃうんですけど、なんかそういうエゴは全然子供のためにならないんじゃないかなと思ってて、なんかその別にコーチがあいつなんであのコーチあいつにあそこやらせてんのって思われるのは全然問題じゃないから、なんかその子が伸び悩んでるなら新しい可能性を少しでも見せてあげられるようなチャンスをあげるためにこうどんどんいろんなポジションやらせるとかはすごくいいんじゃないかなっていうのは個人的には思います。なんか極端な話、そのスペシャリストにするためにも他のポジションやってた方が、なんかもしセンターバックもやったことがあるフォワードだったらセンターバックの嫌な動きよく言うことですけど分かるし、その理由付けを 2,3 個与えてあげながら、まあ、本人が納得するかどうかまあ置いといて、なんか今お前がここまでやってきたポジションでここにこだわりあったりここが得意って分かってると思うけど、こっちから見てるとこういう長所があってここでもこういうことできるんじゃないとか、でここをやることでもしどうしてもその自分のポジションはここだっていうのがあっても、他のポジションやればそのポジションやるために必要なこういうスキルが身につく可能性があるよとか、なんかそのポジションチェンジする理由を2個3個提示してあげられたら、もちろんその個人の受け取り方とかそれを全部が全部理解して組んでやってくれる子どもたちばっかりじゃないとは思うんですけど、なんか理由を与えてあげる添えてあげるっていうのができると結構そのポジションコンバットさせる意味合いもこう大きくなるんじゃないのかなっていう、それを組めない
子もいるとは思うんですけど、そしたらどっちみち結構厳しいのかなっていう気はするんで、長友さんその時まだインテルに行く前にチェゼーナっていうあのイタリアのチームにいて、なんかプロで活躍するの何が大事ですかって言ったら、なんか冗談抜きでメンタル9割だよって言われて、いやちょっと大げさだなと思ったんだけど、結構やっぱりプロ入ったらそこが一番大事だなって思って、その試合に出れたりうまくいくときに、試合がチームが勝ってるときとか自分が調子いいときっていうのは、みんなプロの選手は、まあ、プロになれる実力を持ってるから誰でもそれなりにはやれるんだけど、逆にどんぐらいどれだけ実力がある選手でも必ず難しい局面っていうのがサッカー選手やってるとあって、試合に出れないことも絶対あるし、所属するチームが全然勝てないこともあって、その時にどういうメンタリティでサッカーと向き合えるかっていうのは、かなりこうプロでどれだけのパフォーマンスを発揮できるか、どのくらい長くやれるかっていうところに、そのメンタリティはこう影響を与えてるなっていうのを、こう自分自身もそうだし、いろんな選手見てて感じるから、本当にメンタリティが、マインドをしっかり持ててる選手じゃないと、こう継続的に自分を成長させてパフォーマンスをしっかり発揮するっていうのはすごく難しいんじゃないかなと。なんかやっぱ人のせいにしちゃう選手は絶対ダメだなって思う。すごい、なんかメンタルが弱いとか自信がないとかよりも、なんかあった時に周りのせいにしちゃう選手とかはプロでもたくさんいて、そっちの方が全然問題だなっていう、その弱気とか自信がないとか、逆にその自分勝手とかは実はそんなに大した問題じゃなくて、いろんな性格で成功してる選手たちがいて、でも唯一めちゃくちゃ自分勝手なんだけど、負けたら自分のこと責めてる選手は、俺はすごい成長できると思ってて、で、自信ない選手もそうだし、自信ないんだけど負けた時に自分がどうすればよかったかなって考えられる選手はやっぱり成長できるし、ちゃんとこう受け止めて行動できるけど、なんかどんな性格でも結局何かあった時に人のせいにしちゃうと何もできないから、そっちはすごいこう、そっちの方が大事かなと思う。そのメンタリティで言うと、思ったところにボールをコントロールする能力だと思ってるんで、なんかそれを練習させてあげたらいいかなっていう。自分は結構リフティングとかやってたんですけど、なんかその蹴ることより止めることが一番大事だと思うんで、さっきのスルーパスの話とはちょっとこう違いますけど、止めることが一番大事かなと思います。で、思ったところに止めること。で、その思ったところが違っても全然子供の時は良くて、大人になってからどこに止めたらいいかとか、その前の体の向きとかは大人になってから全然練習できるんで、子供の時に思ったところに止める。で、なおかつそれ止まった状態ではできるようになってきたときに、どれだけのスピードまで自分の中で、0が止まった状態だとしたら、100がめちゃくちゃ本気で走ってるときで、50% のスピードでボールコントロール乱れないか、でも 80% で乱れないか、そこのスピード何%で乱れないかも、実はめちゃくちゃ大事で、トップレベルの選手たちはそこも高いんですよ。その足が速いとか、ボール扱いがうまいじゃなくて、100で走っててもボールコントロールが乱れないとか、だから子供の時は難しいと思うんですけど、それでも子供の時から動いている状態、かなりスピードアップした状態でボールを止める練習っていうのはすごくいいんじゃないかなっていう、それもちょっと大人になってからだと、こう身につけにくいことだと思うんで、なんかそれはすごい大事かなと思います。めちゃくちゃいいですよ。その、こう可動域しっかり広がるし、準備できるし、かなりこう今までの日本とかで言われてたストレッチとかっていうよりも、体をつなげて考えてるんで、上半身と下半身と体幹を、うん、あれを一つのつながってる筋肉として考えるっていうのはすごく理にかなってると思うし、うん、ああいうのを日常的にやってると、その自分の体もよりこう把握できるようになるんで、そのまあ、もちろん子供だとそんなにこう筋肉系の怪我とか多くないと思いますけど、でもやっぱり子供の頃から自分の体をこう怪我してからじゃなくて、怪我する前にどれだけ把握できるかっていうのはすごく大事だと思うんで、そういうこうチェック機能というか、毎日のチェックで、あ、今日いつもより硬いなとか、
なんかそれがもし、あ、昨日これやったからだなとかまでもし結びつけられたらすごくいいし、あ、なんかそういうチェックする意味でも、もちろん準備とかっていう意味でもすごくいいと思うんですけど、あ、かなり僕はフィーリング良かったです。あ、なんか、うん、なんかとにかくメンタリティとかマインドのところが一番大事だと思うんで、これからこう成長していくかって子供たちの将来を考えてもそうだし、結局サッカーっていうのは僕もサッカー選手にならせてもらってこうやってやらせてもらってても、こう一つの自己表現の手段であって、なんかやっぱりサッカー、みんなこうある程度サッカーをアイデンティティっていう呼べるような人たちがここにもいると思うんですけど、やっぱりだからこそサッカーが亡くなった時にどういうものが自分に残るのかっていうのは、僕もサッカー選手だからこそ常々考えてますし、やっぱりこうサッカーずっとやってきて、なんかサッカーで本当にいろんなものを与えてもらった、サッカーに与えてもらったと思ってるんで、まあ、そういうものを子どもたちに、こう皆さんもそういうのは実感あると思うんですけど、それは仲間も一つだし、こう目標に向かうこともそうだし、悔しい時にどうするかっていうこともそうだし、まあ、自分で考えることもそうだし、まあ、人間性とか平たく言えばそういうところもそうだし、なんかそういうものをサッカーを通して本当に学ばせてもらって、それは皆さんも一緒だと思うんですけど、やっぱそういう経験をより子どもたちにさせてあげてほしいなっていうふうに、そのゴールがサッカー選手になることよりも大事なことが僕はあると思うので、なんかそういうふうに、まあ、大好きなサッカーを見つけられてる子どもたちに対してサッカーを通してサッカーじゃないものをこう教えてあげられるようにこうしてもらえたら、すごくその子どもたちの将来にとっていいだろうし、そのマインドとかメンタリティとか人間性っていうのは実は回り回って自分のピッチのパフォーマンスにも返ってくるっていうのを、こうプロサッカー選手としてこう生活させてもらったり、いろんな選手見てきて感じているので、まあ、そういうところを大事に指導していただけたらなと思います。